やんちゃでした。今やる。いや、今はやんちゃじゃないですよ。読書。結構いろんな読んでますよ。なんか本屋行って、パッと身についたものを買って。谷さんから、この世界20年間やってきてる生活とか見てみたいですよ。どういう感じでルーティンを過ごしてるの。サチ君、毎回髪刈り上げてきた時はいじってます。しかも最近はもう刈り上げてくるぞっていうのを報告されます。聞いてもないのに。